フィール・ザーバー・ディーの代表的な著作、カー・ムース・ム・ヒートの冒頭ページマジド・ディーン。フィール・ザーバー・ディーは、カー・ムース・ム・ヒートというアラビア語の辞書を編纂したことで、知られる14から15世紀ペルシア出身の学者。辞書編纂学者、作家、翻訳者、裁判官、シャーフィー・派方学者。フィール・ザーバー・ディーの、より詳細な名前は、アブー・ターヒルム・ムハンマド・ブン・ヤークーブ。 ブンムハンマドブン・イブラヒームという、マジド・ティーンのラカブがあり、シャーフィー、シーラージー、フィール・ザーバー・ディーのニスバがある。フィール・ザーバー・ディーのニスバは、父親の出身地に基づく。シーラージーのニスバは、当人が、シーラーズで学んだことによる。フィール・ザーバー・ディー自身は、不兄、リニージを遡ると、アブーバクルの子孫とされる、シャイフ・アブ・イスハーク・シーラージーがいるとして、 自ら、経験な人の子孫を意味する、スイッティーキーという別名を名乗ることを好んだ。19から20世紀の東洋学者ブロッケルマンが、アラビア語辞書編三学の研究という論文で、複数の資料を比較考慮して、フィール・ザーバー・ディの生涯を再構成している。以下の記述は主にこの論文に基づく。フィール・ザーバー・ディは、ヒジュラ歴729年、 第2ラビー月または第2ジュマーダーガツにカーゼルーンで生まれた。記事で7歳の時までに聖典、クルアーンのショークをすべて覚え暗唱者になった。8歳の時にシーラーズへ行き、そこのウラマーのところで見習いをした。さらにはアスイートで学んだ後、ヒジュラ歴745年からバグダードで学んだ。ヒジュラ歴750年にダマスクスで、 諸学をシャーフィー派法学者のタキー・ティーム・スブキーに学んだ。ダマスクスでは、スブキーの他に、微分解イムや、ハリール・マーリキーにも学んだ。電気作家はその後のフィール・ウザーバー・ディーの生涯を、エルサレム時代とメッカ時代とイエメン時代の3期に区分する。死のスブキーとの出会いと同年に、フィール・ウザーバー・ディーは、死と共に、エルサレムに移り住んだ。そして、 死死相将の資格を受け、弱敗ながら、弟子を取った。エルサレムでの生活は10年間に及んだ。その後、旅に出るが、どこを遍歴したかは、電気作家によって大幅に異なり、確かなことはわからない。おそらくは、カイロとコアジアを訪れたようである。ヒジュラ歴770年に、フィールーザーバーディーは、メッカに移住した。20年ほど住んだ後、インドへ行くためメッカを旅立ち、 デリーで5年間活動した。ヒジュラ歴794年、ティムール朝のスルターンの招きに応じてバグダードへ行った。ティムール朝がパールス地方にまで勢力を拡大するとスルターンに伴いシーラーズにも行った。派工者ティムールはフィールザーバー D に最大級の敬意を払ったが、故郷の町々は戦乱による破壊が甚だしく、大学者を止めておけるだけの余力がなかった。 フィールウザーバーディは、ホルモズから船に乗り、アラビア半島南部へと向かった。フィールウザーバーディは、ヒジュラ歴796年第1ラウィーズ期に、ヤマンにたどり着いた。イエメンのスルターン、マリク・アシュラフ・イスマー・イール・ブン・アパースは、フィールウザーバーディを機に、入り、14ヶ月にわたって、タイズの自邸に投留させた。マリク・アシュラフは、さらに、 797年ズルヒ・ジャズキ6日に、フィールウザーバーディーを、イエメンの大カーディーに任命し、娘を結婚させたウザビードに住まいを与えた。ヒジュラ歴802年に、フィールウザーバーディーは、メッカを巡礼し、かつて住んでいた自邸に3人の教師を置いて、恩恵な周りき方学派のマドラサとして、運営していけるように整えた。その翌年、マディーナにいるときに、 学府マリク・アシュラフが亡くなったことを知った。その後、ヒジュラ歴805年にもメッカ巡礼をするが、この時はすぐにザ、ザビードに戻った。フィール・ザーバー・ディはヒジュラ歴817年、シャウアール月20日にザ、ザビードで亡くなり、シャイフ・イスマー・イール・ジャブルーティー墓地に葬られた。シャイフラ・ラマダーン・アティー・フィーがフィール・ザーバー・ディの伝記を、書き、検証している。フィール・ザーバーディは、 より詳細には、というアラビア語辞書を編纂した。四部からなり、最も重要な著作である。日本語では、限界という役代例がある。本校では便宜的に、カームースムヒートと呼ぶ。六十巻からなるそれを要約し、として二巻にまとめた。は二巻本。その他、フィールザーバーディの作った、タスニーフ形式の助成詞が40ほど知られる。ありがとうございます。